新年明けましておめでとうございます。今年も2024年もよろしくお願いいたします。というわけで一発目に撮る動画はやっぱりおみくじです。おみくじ引かないとねっていうことでリトル東京にある寺院に来ました。紅葉さんってところなんだけど、ここは去年も来て今日引きました。今年こそは今日以外がいいです。なんかガラガラじゃない？去年はもっといろいろここにお坊さんとかもいたのに。年女です。年女のおみくじどうなるのでしょうか。中は撮影禁止だったけどおみくじゲットです。開いてみます。どうだろう。あ、無理片手だ。末吉だ。今日よりは全然いい。我がためになる人と害をなす人あり、よく心して世に処すれば。 Up to my interpretation。 まだね、英語のトランスレートの方がちょっと残念。 Not so good fortune。 悲しい。世の風潮に惑わされず自ら信じる道を進めって書いてあります。まあ、まさに今年やろうとしてることなんだけど、全体的にあんまり良くないね。私おみくじ下手なのかな。お坊さんににっこり接客モードだったのに。まあ末吉だったから私はハッピーです。せっかくなのでリトル東京見てきます。静かだねやっぱり。祝日はこの辺とかいつも大行列で、このチンチクリも何回か行ったんですがいつも長蛇の列です。この辺はでも何もやってないかもね。去年もいろいろ買おうと思ったらお休みが多かったから。サンリオショップだけ大行列。これもいつもすごい。ほぼ閉まってるけどスーパーは開いてると思うから、帰りに日系スーパーに行って食材を買おうと思います。お米とか。でもこのメインの日本人街のあたりは全部お休みだ。今年もみたらし団子食べられないし。新島マーケットに行くか丸海マーケットに行くか迷ってるんだけど、丸海の方がドンキだから安いし種類豊富なので丸海の方に行きます。ごめん新島。新島はお惣菜お弁当が美味しいです。お弁当だけ買って帰ろうかな。いやいやそんな贅沢はダメ。丸海マーケットに着きました。まだメリークリスマスのサインが貼ってある。食材を買う前に思い出したんだけど、今年の目標とか抱負言ってなかったわ。なんか変に目標抱負立てて厳しくしてしんどい悲しいってなるよりかは、その年が始まってしばらくしてからそういえばこういうことを達成したいなって考えるタイプになってきて、今のところこれといった明確なのはないんだけど、今朝ジムに行って背筋そういえば最近鍛えてないかもと思ったから、姿勢を正しくするのにも効果あるし、全体的に見た目も引き締まって見えるから、背筋を今年はメインに筋トレしようかなと思います。ラッポーダウンもそうですけど、体重だけ使った背中の筋トレもいくつかあるから、コツコツ日々やっていけたらいいなと思います。もう今年こそはコロナにかからないようにしたいです。風邪も去年は何回も引いちゃったし、仕事をたくさん入れたくなるじゃないですか。ロサンゼルスの物価高すぎて仕事いっぱい入れて生活立てようって思うんだけど、まあ、限界はそれぞれみんなあるんで、それにもちゃんと目を向けて体と話し合いながらお仕事も入れていきたいと思います。もうそんな若くないよ私。今年で24歳になるでしょう10月。うわ、お仕事も大事ですけど健康にも気をつけて。体は一つしかないからさ、健康に気をつけたい1年の私のプレッシャーをかけた買い出しに行ってきます。丸海マーケットは食材もそうだけど美容系も多くて、安いとは言いませんよ、ドンキ価格とは言えませんが、ドンキにあるようなものも売ってます。これとか売れるのかな、あんまりアピールなさそうだけど外国人に。ルルルンのマスク有名だよね。普通に美容品は頑張れば手に入る。頑張ればっていうのは仕事を頑張れば。これセールになってる、いいのかな。クレンジングなくなるとこだし、近々日本に行く予定はないので買ってみよう。ついに B アイドルアメリカ上陸、びっくり。でもマットリップしかない、私の好きなツヤプルの方はない。どうしよう。でもこれあるってことはもっと増えるかもね。お弁当コーナーです。定番のカツ丼、唐揚げ丼、天ぷら丼、牛丼、カツカレー、あとはおにぎり。そんなに種類なくて、この辺とかすっからかんやん。お正月みんなお休みなのかな。レトルト系もちょっとだけだけどあります。明太子パスタ
2食分で500円ぐらいだよ。え、節約じゃないのって感じ。蕎麦うどん系はだいぶ減ってる。いつももっとあるんだけど。冷麦買いたかったな。スーパーなんでもちろん野菜も売ってます。なんか高いね。パス。この辺も普通のスーパーで買えるし。よくこの鮭買ってたけど値段上がってるかも。お肉もあんまり普段のスーパーにはない薄切り牛肉や豚肉が売ってます。こういうのは日系とか韓国系スーパーじゃないとないんだよね。私の大好きな練り物コーナー、今年もかまぼこ安くなってる。でもちくわにします。ひじき炊きたいんで2個買っちゃおう。なんでこのお店ってよく小豆バーセールになってるんだろう。っていうかセールになってない小豆バーは見たことない。これは何？このキャラクターは誰？それより気になる、いちごとチョコなんて見たことない。え？ 5,600 円だから買わないけど気になるよ。私の好きなコーヒービートとか人気のお菓子はセールになってないのかな。なんで小豆バーがセールになってるんだろう。こちらが本日の購入品です。健康とはって感じなんだけど、キッコーマンの醤油、キッコーマンだから 4.69 でした。うどんは約半額になってて 3.99。 クレンジングもだいぶセールになってたので12ドルでした。こちらのお弁当いろいろ入ってて美味しそうだったので10ドル。結構崩れちゃったけど。私が大好きな一口ブラックサンダー、しかもいちごバージョン、3ドルです。生姜チューブ、つくね作るときに使います、 2.19。 おにぎりは今夜食べようと思って 1.99。 そして私が求めてたみたらし団子、大好きなみたらし団子は 4.79。 まあ高級な団子なこと。ラッキーなことにちくわもセールになってて1パック 2.6 ドルでした。こちらの合計は 48.94 でした。高級スーパー。お弁当温めてきました。美味しそう。今日朝ごはん食べ損ねたのでお腹ペコペコです。いただきます。もうどんなおせちより贅沢なのはおサンスレスで食べるお弁当です。美味しい。シソ食べたの久しぶり。鮭も美味しい。唐揚げ多分しなしなになってると思うけど、うん。きんぴらごぼうも大好物です。今時ファストフードも10ドルぐらいするから、だったらこの弁当を買って食べたいわって思っちゃう。みたらし団子も一応ご紹介したいなと思って、ぶっちゃけどんなお菓子よりもお団子が好き。お団子いただきます。うん、最高。My name is Kalin and I love みたらし。大好物かも。一時帰国しても2日に1回は団子食べてるから。以上で最後はごちそう食レポになってしまいましたが、一応初詣おみくじ引いてみて、日系スーパーで買い出しするロサンゼルスのリトル東京お正月の満喫編でした。そしておみくじの結果はうんって感じなんだけど、1年の運は私次第だと思いますので、年女頑張る。最後までご視聴ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。週に1本は長編動画、週に2回はショート動画で、トータル週3は投稿していければいいなと思います。ショート動画もいろんなジャンルが最近出てきてると思うんですけど、あ、こんな体験があった、コントの形で伝えようかなって考えたりするのも楽しいので、そちらの方も見守っていただけると幸いです。ではまた、バイバイ。